はい、皆さんこんにちは、てっこです。今日なんですけど、もうすでに動画上がってると思うんですが、フルートの曲、ベニスのシャミクセンって曲があるんですけど、それをね、練習してみたいと思います。で、この曲なんですけど、いわゆる超絶技巧、たくさん音符が並んでいて、たくさん練習しないとできないような曲なんですけど、それをゆっくり丁寧に、ちょっとね、さらっていく、こんな感じにして練習していくのかっていうのをね、お見せできたらなと思います。まだね、本番の動画撮ってないんで、これから、今一発目から練習していくんでね、その様子を見ていただきたいなと思います。だから、本番というか、撮影がちゃんとできなければ、この動画をくらいになるんですけど、やっていきます。で、この曲、ベニスのシャミクセンは、まず頭のメロディーが、テーマがあって、それがどんどん形を変えて、現れていくというような形の変奏曲というね、言うんですけど、そういう曲になってます。で、変奏曲は他にどんな曲があるかっていうと、パガニーニの24のサプリスなんかそうですね。っていうやつ。なんかもう、ララロシラミっていうのをいろんな形に変えて、曲が進んでいくというような作りになっていて、変奏曲と呼ばれます。バリエーションって言い方をしますね。で、このベニスのシャミクセンがどんなバリエーションになっているかというと、バリエーション、どんなテーマが最初にあるかというと、メロディーがいろんな形に変わって出てくるというような曲です。これね、簡単な和音なんですよ。タン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 パン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 、ずっとこれの繰り返しなんです。だからね、ピアノもね、多分簡単に弾いたらこんな感じ。多分こんな感じだと思います。でも和音は2つしか出てこないんでね。ではやってみようと思います。最初はこれまだ見えないんだな、額がちっちゃくて。違う、俺の目が悪くて。一番最初のメロディーはこういうふうに出てくると。わかりますか？っていうのがっていうかなっていってくる。テンポ上げてやってみようかな。アレグレットって書いてある。フラジオになってくる、このここが音域外の音になってくる。指ができてない。ここのスライドは難しい。意外とこういうのって出てこなかったの、今まで。初めてかな。左手の薬指を別にバタバタすればできるんですけど、バタバタしないようにすると難しい。すごいもうペラペラのビャーっていうようなリードを使って、もう本当にシュンってやったら、このシュンってやったら音が鳴るんじゃないかっていうぐらいのペラペラのリードを使ってるんですけど、そうすると息もめちゃくちゃ神経使ってないけど。構大変です。まだ第3変奏や。形がバラバラでいいならいいんだけど、それがバラバラだと次の音符が吹けないのよね。次の音符のか手の形でそこを吹かないと、吹くっていう意識をしないと。ちょっとニュアンスが俺の場合はとか楽譜通りやりたい感じなんですけど、でもここもねブワーっていきたいみたいな感じでいきたい。サックス用に今即興で音を変えながらやってるんですけど、そこはできない。楽譜通りのところはいいんだけど。で、ここは飛ばして。がいいんだよね。足の裏が熱くなってきて床が熱い。また練習します。ありがとうございました。